これは1959年に公開され話題となった映画ヨーロッパの夜。ここに登場したマジシャンが後のマジシャンのスタイルを決定づけました。彼の名はチャニング・ポロック。スクリーンに映し出された彼が行うマジックはダブプロダクション、日本では鳩出しと呼ばれています。このスマートかつエレガントな演技とファッションに世界中のマジシャンたちは衝撃を受けました。日本でも1年遅れで公開されました。この映画公開されるや否や多くのマジシャンたちが躍起になってポロックのスタイルを取り入れたのです。何しろかっこいいですものね。ラスベガス、マンションの一室でヨーロッパの夜を熱心に見つめる老紳士、チャニング・ポロックその人です。70歳を過ぎた今も優美な雰囲気は昔のまま。最初に小さなものを使ってマジックを始めた時はお金がかかりませんでした。当時はあまりお金を持っていなくて、だからスライハンドとマニピュレーションを専門にやるようになりました。それならカードや小さなものを使ってできるんでね、一生懸命練習しました。カードやビリヤードボール、タバコ、指抜き、コインを使ったマニピュレーションの練習を。ある日、新聞に鳩やウサギの販売広告が出ていました。そこで広告元のある田舎に行きました。私はウサギを買ってマジックに使おうと思っていました。多くのマジシャンはウサギをよく使っていたものですから、そこに着くと鳩も何羽かいました。あんなに種類があるとは知りませんでした。伝承鳩とタンブリングピジョン、ショーのための鳩、 あらゆる色とグラデーションがあり、私はすっかり魅了されてしまったのです。だからウサギを買う代わりに大きな白い鳩を買い、家に持ち帰りました。そしてマジックの演技中に出せないかと研究をしました。だけどこの鳩は全然慣れていなくて、初めて観客の前で鳩を出現させた時、勝手に飛び立ってしまったのです。私は鳩の足をしっかりつかみましたが、とても力の強い鳩でした。あれは悲劇でしたね。そこで次の週末に鳩を返しに行きました。すると他の鳩もいると言われて、引き換えに一対のダブを手に入れました。日本では銀鳩と呼んでいると思いますが、こうして私とダブとの付き合いが始まったのです。ダブはとてもおとなしく、またあんなに努力した私のマニピュレーションやスライハンドの技より観客の受けが良かったのです。そこで私はダブを演技の中心として使うことを真剣に考え始めました。私がチャーニング・ポロックというマジシャンを見たのは映画ヨーロッパの夜の中でした。まだ私が高校生の頃、映画館で、名画座というところですが、そこで
まあ、黒い塩ビ服に、まあ、ハンサムな男がシルクから鳩、まあ、白いスカーフから真っ白な鳩を出すというモノトーンのマジックに見せられまして、何度も映画館へ見に行ったことがあります。そしてその当時はナイトクラブの時代といって、キャバレーとかナイトクラブでマジシャンが活躍していました。そして私も、まあ、キャバレーとかそういったところにマジシャンが来ると必ず見に行っていました。ところがほとんどのマジシャンはチャーニング・ポロックがお手本にして、ハンカチからハトといういわゆる、まあ、その当時の一つのハト出しブームという、そういう時代を作った方でした。島田春夫、チャーニング・ポロックのダブプロダクションが日本でも話題の中心となっていた頃、島田はいち早くポロックのスタイルを取り入れました。そして注目を浴びていきます。彼は後に日本人として初めてラスベガスに進出、オリエンタルイリュージョニストとして世界的な存在に成長します。この映像は映画ヨーロッパの夜から10年余り経った頃のもの。彼がチャニング・ポロックのパフォーマンスを自分なりにアレンジしているのが見て取れます。かくして島田春夫は日本の若手マジシャンたちのヒーローとなるのです。島田春夫さんという、この当時はまだ八つ玉という、まあ、ドコルタが発明した、まあ、ビリヤードボールが増えていく四つ玉というのを八つ玉という、両手に出すというところまで、マスターされて、私たちの憧れの的でした。でその八つ玉を見たくて、東京まで行ったことがありますが、その時にはもうすでに世紀の鳩というタイトルで島田さんが鳩出しをやっていました。で島田さんがその鳩出しを、まあ、どこから学んだかということでみんなで話題になりました。そしたらやはり、チャーニング・ポロックをヒーローとして島田さんなりにその、まあ、鳩出しをずっと研究してたそうです。チャニング・ポロックに魅せられた島田はアメリカに渡り、ポロック本人と出会うことになります。その出会いが後の島田に大きな影響を及ぼすのです。初めて春男に会った時、他の人が私ほど彼の良さを分かっていないように思えました。だから私のコネを使って少し名前を広めてあげようと思いました。彼はもっと多くの人に見られるべきだったからです。70年代初めのことでしたね。それ以来ずっと親友です。私はしばらく彼のマネージャーを務めます。何人かとコンタクトを取って彼の名を広めようとしたのです。シルクのハンカチから鳩を出す、不思議を見せたいというマジシャンの願望が結実した時、そこには常識では測れない奇跡が起こります。奇跡を起こした者はヒーローとなり、それに見入られた者が修練を重ね次のヒーローとなります。島田にとってポロックこそがヒーローでした。そして島田をヒーローと見た若者の一人にあの男がいたのです。本名松尾明、そう、若かりし頃のミスターマリックです。彼もまたダブプロダクションを自分のものにしていました。チャニング・ポロックの魅力は鳩出しだけに終わりませんでした。カードマジックにも古典的な美しさと圧倒的なスピード感がありました。スライハンド、王子掛けを使わず自らの指先で奇跡を起こす、これこそ訓練の賜物であり、
これを極めることはマジシャンの意地そのものなのです。そんなポロックにも目標とするマジシャンたちがいたようです。カードマジックの先駆者カーディーニもその一人。さらにマジックを始めてから1年ぐらい経った後、プロのマジシャンを見る機会がありました。私の地元でね。彼は当時の他の誰より私にインスピレーションを与えてくれました。実はこの人なんです。リー・グレーブルという名前です。彼のおかげで私はマジックが名誉ある職業、紳士の職業、またその場にいる人々の尊敬を集めることもできる職業だと思えるようになりました。リー・グレイブルに大きな影響を受けましたね。チャニング・ポロックにとっての最初のヒーロー、リー・グレイブル。彼を中心に左にポロック、右がダブプロダクションを得意とするランス・バートン。ヒーローがヒーローを生み出し、マジックの歴史は終わることなく続いていくのです。